ついに登場、男の軽トラハイゼットです。どういうわけか、ここ数日以上に軽トラが欲しいです。おじいちゃんが下道を40キロ、高速を70キロで走ってるイメージしかないけど、どんな運転フィールなんでしょうか。このグレードは新車価格、なんと96万円のスタンダードグレード、っぽいのですが、プッシュスタートがついてるんですよね。これは上位のエキストラグレード限定だったと思うのですが、それなら顔にメッキ装飾がないのはなぜ？そこら辺がよくわかってないのですが、とりあえずこの時代に、新車価格100万円の車として作られている点に注目。ブログ記事の内容をもとに、奥が深い軽トラの世界、味わっていこうと思います。ゴーヤやナスみたいだよな。子供の頃はあんまり食べなかったけど、大人になると良さもわかるというか。GoPro のアクセサリーライト、今回の撮影では大活躍です。欲しいっちゃ欲しいが、雪道用と買い物の足以外で、買っても使い道ないんだよな。林道探索やカスタム動画、カーシェアへの貸し出しは予定してるけど、それが悩みなんだよねー。軽トラくらいなら、私の法人の経費で買ってもいいんだけど、サンバーと迷うんだけど、ダイハツってトヨタが株 100% 持ってるので、どうせ買うならトヨタ財閥に献金したい気持ちが強い。時間は有限なんだから、そろそろ始めようぜ。まずリアの視認性が最高ですね。バック駐車をこんな視界でできるとは、内装については、潔いほどのカットコストカット。100万円で新車が買えるだけのことはある。ドアの鉄板ペラペラすぎやろ。ボディ剛性の5の字もないし、逆走車突っ込んできたら潰れて死にそう。スマートキーのボタン付きな。これすぐハンドアになるんよ。深夜でも近隣に響き渡る音量で、バンってドア閉めなかん。この車格だがミラーは電動格納で、このグレードには、パワーウィンドウがつく。というわけで内装を見ていくのですが、プラスチックの質感のおかげで、意外にも悪い感じないんですよ。ステアリングリモコン皆無。安心と信頼のマニュアルエアコン。AC ボタンをパチッと押すと、みんなが聞いたことあるあの音。懐かしいわ。4WD の切り替えスイッチはここで、基本的に 2WD で十分です。デフロックやローレンジだっけ？それはグレード別装備となります。今燃費 4.9 って書いてあったぞ。プリウスは40出せるとは言わないでおきます。そして自動ブレーキアシスト系のスイッチも並ぶ。軽トラなのにプッシュスタートですよ。便利ですね。下側は、トークテクソ使いづらいカップホルダーと、真ん中のくぼみは、カードとボールペンを刺すの？樹脂簡素なサイドブレーキ。そろそろユック買い替えかな。ボロ軽トラと同じく、機能的に問題ないから貧乏症炸裂中。そういえばシートって、リクライニングないの？前後移動しかできなかった。運転するポジションに合わせると、壁に張り付いたままの背もたれが完全に分離されるんだが、バカなのか？ここはかつて、キーがあったところ。ああ、サンバイザーがふにゃふにゃすぎてカメラが固定できん。なんとか解決策を見つけました。普段とは異なる視点ですが、揺れも激しいですが、GoPro 頑張れ。まず思うのですが、運転席の視点がむっちゃ高いですね。あと、なんか前のめり感ない？なんかマイケル・ジャクソンのあれの角度のまま、常時走行してるような気分なんだけど、なんか草。そして動き出しなのですが、CVT と軽さが効いて、意外にも元気がいいです。車重850キロに、ノンターボ 660cc の46馬力と60ニュートンメーター。数値的には絶望の加速力。でも、CVT がうまいこと変速比を制御して、常にエンジンの限られたトルクを、最大限発揮できるように動いてくれるんだ。それゆえ、ちょっとアクセルを踏んだだけでも、エンジンがめちゃくちゃ元気にうなって、驚くほどの加速力でガンガンに加速していく。ただ、所詮は46馬力。CVT による回転数調整の力で、運転フィールを粉飾しているに過ぎない。どういうことかというと、アクセル回路は 30% くらいに抑えていても、エンジン余力的には、すでに 80% くらい使われてる印象。これがどういうことかというと、踏み始めはガンガンに伸びていく感じがするんだけど、そこからさらに、強い加速のために踏み込んでいくと、途端に加速しなくなるんよ。せっかくだし、前回加速からの、急制動テストを、ここで見ていってくれ。流れた。スピンするかと思ったわ。加速の前に、急制動についての大事な話を聞いてくれ。ショートホイールベースミッドシップで、軽トラというのはスピンしやすいと、聞いたことがあるでしょうか？この乾燥路の綺麗な路面で、いつも通りのフルブレーキングを試しました。そしたら、リアがフロントを追い越すというか、リアの慣性を、
フロントの二輪では抑えきることができずに、左右どちらかにお尻が振られ出すというのでしょうか。とにかく私のプリウスで、凍結路で、スタッドレスで、中くらいに減速した時以上に、ただの乾燥路で、スピンしそうになったんです。これむちゃくちゃ危ないですよ。車重自体は軽くても、安定して制動力を立ち上げられないんだ。これ RR のサンバーならどうなんでしょうかね。ちゃんとリアタイヤと路面のグリップも使って、四輪で車速を削れるんでしょうか。雪道のダウンヒルとか、私軽トラで走りたくないです。そしてもう一つの弱点が、高速域の安定性のなさですね。80キロも出すと、もう限界なんです。そもそもエンジンパワー的に、到達できないしな。ハンドルと路面の接地感がなくなるというか、あちこちがバッタバッタ暴れるというか、法定速度がなくても、これで80キロ以上出す人はいねえよ。普段乗ってるプリウスが、言いづらいのですが、道路状況と集中力さえ整えば、深夜の高速の下り坂で、164くらい出せるんですね。というか、シャシーの余力的に、これくらいなら余裕あるというところまで適当に加速して、速度計見たら164って書いてある。今日ここに来るまでも、それだけ安定性が高い車に乗っていたので、こうも違うかと驚いております。ちょうど前方に、別の軽トラさんがいらっしゃいますね。犬の散歩中に別の犬とすれ違った時、こういう気持ちになるのかな。まさかの追い越さない。さっきあんなこと言ったけど、私慎重に乗ってるので、基本的に市街地はダラダラ走るんですよ。せっかくだし、さっきから映像の揺れがひどいし、ここで乗り心地について話しましょうか。絶望的に悪いと思うでしょう？それがですね、意外にもいいんですよ。段差を越えた瞬間は、ダンッと跳ねてしまうのですが、大事なのはその後、どういうわけか、足がふわふわとストロークして、しなやかに動いてくれるんですよ。収束のタイミングもよく、快適性を感じることができます。いやなんか、リーフスプリングなんだぞ。どうしてこの乗り心地になるんだ。カメラの設置方法の都合で、ただですら大きい揺れを、さらに増幅するようになってしまってるんですね。だから視覚的にはひどいけど、運転していて、普通にええやんと、よくできてるやんと感動させられてしまいます。ハンドリングについては、かなりゆったりとしています。切り始めから体感半周くらいは、応答なしって感じ。そういえば最小旋回半径、3.6 メートルしかないんだよな。直進安定性を犠牲にしつつ、狭い畑での取り回しを優先しただけのことはあります。ハンドルは 2.5 回転のところでロックするので、回すのが忙しいのと、今何周したのかわかりづらく、切り返しの際に混乱しそうになりますね。これから U の字カーブ連続地帯を登るので、詳細はその際に話しましょう。はぁ、平和ですねー、穏やかですねー、乗ってるだけで和みますわ。車体自体はちっこいけど、戦後の日本経済の発展を、支え続けた歴戦の戦士なんだ。博物館系の施設に行くと、見た目が可愛い系のレトロな軽トラが、酒瓶を積んでる展示を、必ずと言っていいほど見る。そういう博物館展示の、実物を味わってる気分になります。乗り物単体がいいというより、統合的に軽トラという存在を感じて、しみじみとした気分になってくるのです。本気で買おうか悩んでいるのですが、私はリクライニングが可能な、ジャンボの方を選ぼうと思ってます。竹千代クラブというチャンネルさんが、リクライニング内版で、高速道路を1日1000キロ走っていたが、惑わされちゃいけないぜ。どうせなら私は車体の小ささと、悪路走破性を活かして、林道に入っていきたいのですが、累積2時間を超えるような運転を軽トラでするとなると、どうしても疲労が心配で、自分が死ぬと思うし、あと何より、運転ミスで他人を殺すリスクが高まるんですよ。どうせ大して荷物運ばないし、長物は普通にプリウスで運べばいいし、それなら私は、リクライニング付きを買おうかなと。ここで画面の端の速度計が、だいたい72キロを指してる感じですが、実用上、これが上限速度です。トヨタダイハツ系の設計なら、実際の速度よりも、メーターに表示される速度は速く出るはずだ。どういうことかというと、安全のために、運転手が1キロでも遅く、走ってくれるよう作ってあるはず。という予想です。スピードは出すな。プリウスみたいな走行安定性や、事故らない安心感はないということだ。デメリットだらけなのは分かりきってて、自分で確かめて、それでもいいなぁと思っているのです。そういえばここ、福井のとある市街地なのですが、なんか路面電車の線路と、黄色い矢印信号がありますね。別に軽トラが安全な乗り物だとは、これっぽっちも思えないんだけど、飛ばす気にならないというか飛ばしたら死ぬから、左側のレーンを走る、
早いのが来たら即譲る。そして、視点の高さと視界の広さで、周りの景色に目が向くようになりますね。ちなみに遮音性についての小話だが、想像はつくというか、逆に遮音がやってあると思うか、考えみてくれよ。私はバイクにも乗るタイプなので、それと比べるとエアコンがついて、室内で移動できて、むっちゃ快適。そんな基準です。さてここで、黄色信号で馬鹿正直に止まったので、ブレーキフィールについて、踏み込んでいっても、ぐにゃーっていう感じがあって、あんまり止まっていってくれないです。フロントはディスク、リアはドラムブレーキだが、軽い割に制動力が弱い感じだよな。個人的に、物理的に軽いのが、一番ブレーキングに効くと思ってたので、ちょっと驚きでした。車重そのものより、タイヤグリップと、安定して制動力を立ち上げられるかどうか。ここの要素の方が、大きい気がするな。というわけでちまちま走って、山の入り口まで来ました。CVT の最適化効果が効いて、上り坂をゆったり登る程度なら、かなりトルクフルに感じるんです。踏み込んでいった途端に、バカみたいにうるさくなってエンジンはめいて、でもこれっぽっちも加速しなくなりますが、せっかくだし、この直線区間で、一瞬だけ踏んでみましょうか。400メートル先、左方向です。なんだこれ、クソみたいにうっさいくせに、全然車速が伸びていかねえわ。というわけで、U の字カーブが無限に連続する、かなり険しい山道をガンガンに登っていきます。ショートホイールベースミッドシップは伊達じゃないようで、ブレーキングとターンインが、うまいことマッチングすると、吸い込まれるように曲がっていく、そういう瞬間があります。それにしても、さっき言った通り、2.5 回転でロックですからね。回すの大変ですよ。大抵の車って、1.5 回転でロックだからな。ぐるーっと回すための時間を確保する必要があるので、タイヤグリップと車重的な意味で、物理的にはコーナリングスピードに余裕があっても、人間のハンドル操作がボトルネックになって、全然ペースアップできません。雑な気持ちで飛ばして入っていったら、ハンドル切るのが間に合わなくて、ズドーンと行く可能性ありますよ。ちなみに D レンジの下に、S と B があります。B は後ほど使いますね。S に入れると、ただですらうるさいエンジン音が、もっとうるさくなります。最大出力を発してくれる回転数に常時合わせて、しょぼいエンジンを可能な限り、加速力に変換しようと頑張ってくれる。そんなイメージがありますね。D レンジだと、アクセルを緩めていけば、それに合わせて燃費のために、回転下げる印象。そしてですね、さっきから、右カーブを立ち上がったと思えば、すぐまた左に切り込んでいくような道が続いております。怖いのが、カーブを立ち上がって、ハンドルが自力でくるくる戻っていく場面。今どっちに何周行ったか、マジでわからなくなります。勾配にも、入り組んだ急カーブにも強い。道路状況を問わない走破性は素晴らしいんですがね。総じてオンロード性能を削って、アスファルトなんか敷かれてないような仕事現場で、しっかり活躍できるよう作られてる印象だな。本当によく作られていますよ。何より新車価格、100万円台で買えるんだからね。ただまあ、どうしようか、どうせなら法人の経費で買うか、オークション代行でも使ってみるか。いろいろ調べた結果、軽トラは新車で買っておくのが、一番コスパがいいんだよな。中古でもかなり高いんですよね。10万キロ近く走ってるのに、70万円も下回らないなら新車でええやんと。というわけで、この電柱の近くで、主に内装の写真を撮りまくりました。詳細はブログにびっしりとまとめてあります。坂道発進のアシストが、ちゃんと入っているのですね。これからどうしようか、とりあえず頂上のトイレを借りましょうか。どうせ深夜だからと、スーパーに買い物に来たおじいさんのように、適当に頭から突っ込んだところ。かなり適当だったのに、右後ろ収まっちゃったよ。さてここからは、かなり険しいダウンヒルです。エンジンブレーキをガンガンに使っていきます。S レンジだと、まだ加速していっちゃいますね。最後の最後の坂道で、B レンジを使って降りていきますが、こっちはいい感じ。ほぼ加速しません。マニュアルシフトの1速固定、CVT の B レンジ、こういう坂下りのためだけにある。音自体はクソうるさいけど、安全に急坂を降りてくることができました。この上下に縦移動するタイプのシフト、行き過ぎて N に入ったり、R に入れたはずが N だったり、操作ミスのリスクが大きいので、とっとと廃れてほしいです。たくさん回さなきゃいけないせいで、スパッと旋回できずに、膨らんでいっちゃうんだよね。さあちょっとスラロームさせてるけど、ロール自体は、かなり早い段階で収束してくれるんですね。
おっと、車線逸脱警報が作動して、今ハンドルを戻されました。ちなみに回し始めはだるいと言いましたが、ロールが一旦収束すると、じわーっとタイヤグリップを使って、安定して切れ込んでいきます。しっかりとタイヤを路面に押し付けて、アウト側のタイヤグリップを使って、曲がっていってくれる印象。上下方向への安定性がしょぼいので、楽しめるような速度まで、そもそも到達できないんだけどね。さっきフルブレーキング時に、ミッドシップ的レイアウトゆえ、安定性に難があると言ったけど、こうやって、落ち着いて左右方向に、タイヤにゆっくり負荷をかけていくような場面だと、特に危ない感じはないですね。トヨタダイハツらしいセッティングで、抑えてれば普通に走れるんだが、低入路面でのフルブレーキング時のような、極端な状況下において、ショートホイールベースミッドシップの素性による、危ない動きが出る可能性があるから注意。そういったところだろうか。後ろから速いのが来てて、結構スピード出して逃げてるんだけど、ダメですねこれ。危ない、これで追いつかれる感じなら、もう譲っちゃいますよ。プリウスと違って張り合っても死ぬだけ。路面が荒れ気味な中、オーバースピード気味の進入。これは危ないぞ。段差を超えるたびにだんだんと跳ねるんだが、それでタイヤと路面との接地が、損なわれているんだよな。ちょっと待って、今の左旋回、ターンインがクソうまくいったんだけど。さて行き過ぎてしまったので U ターンしますが、右後ろじゃなくて、左後ろの窓から、後方を見るのが新鮮ですね。U ターンも余裕だな。というわけで、ハイゼットトラック、面白い試乗体験ができました。左前に映ったハイゼットカーゴも、この後に乗っていきますよ。そして、この視野の中で交代するんだな。いつもサイドミラーと、バックビューモニターで調整してたので、なんかこっちの方が慣れなくて難かったわ。物理的には小さいんだから、慣れの問題だな。なんかこれねえ、ガシャンとぶつけそうで怖かったのよ。車体自体は小さいのに。そして、結構な段差があるため、空から吊るされているような角度がついているな。いやー面白かったですねー。というわけで、いろいろなメーカーで売られてる、ハイゼットトラックでした。ネット上で口を出す人がほとんどいないけど、みんな金出して買ってる、どこぞのメーカーの反対みたいな乗り物だよな。最後に爆弾を置いていかないで。というわけで、元 R35 オーナーによる、真面目な軽トラレビューでした。ありがとうございました。